はい、こんばんは。アキラの現場へようこそ。ラスクラ実況です。アップで無事に終わりましたんで、早速開いてます。データ更新しましたで、北条の召喚師ガチャが追加されましたよということで、こちらはですね、今日朝撮った動画なんですけれども、回さないっていうことで、その理由の解説してきました。はい、まあ正直言ってその後コメントもいただいたんですけど、回さないっていう方も他にもいましたね。で、修練の戦域っていうのがイベントダンジョン1週間だけね追加されました。で、昨日の追加冒険の記録ね、で各種改善等なんですけども、まあこの辺は、動画でも言いましたんで言っときます。でこちらですね、ランクのところおしゃ出ますね。プレイログ累計ログイン日数200日、最大連続ログイン日数200日、なんと1日も僕休んでないんですね。大したもんだ。などなど、プレイ時間173時間52分、はい、です。まあ、こんな感じかな。で、あと累計バトル、累計レア宝箱ドロップ数、累計通常宝箱ドロップ数とか、こんなぐらいか、これぐらいか出るのですね。ユニットソウル、アーク獲得数とかですね。はい、こんなだけか。まあ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 、累計バトル時間数が分かるのちょっと面白いかな。あとお知らせいろいろ来てますね。重要現在確認してる、あ、フィッシングフェスタの報酬についてなんか来てますね。いやーね、はい、フィッシングフェスタにつきまして、期間中すべての大物を釣ることが非常に困難な設定ということが判明してました。大物マサの報酬獲得できないと経過しました。発覚の経緯としましては、当初お客様からサポートにお問い合わせいただいた際に正常に釣れることを確認の上その旨をご案内しておりましたが、改めて調査を行ったところ大物マスターの達成が困難であることが判明した次第でございますと。イベントを楽しみにされても設定に大きな不備がありましたこと、また確認不足がございましたことを心よりお詫び申し上げますと。お詫びとしまして、すべての方にエーテリオンを1個を配布しますと。で、次回アップデートの時ですって、11月7日ということで、みんなエーテリオン1個もらえます。よかったです、ありがとうございます。はい、まあ不具合についてはまた読んどいてください。いろいろあるね、まだね。はい、で、あとはイベントね、北条の召喚師はいいとして、修練の戦域はまあこれもまた交換所あるみたいだね、イベントの。ということで、修練メダル、交換所でマザーソウルや各種育成素材と変えることです。累計ポイント数に応じて世界の怒りやメインストーリーユニットのスニットソウルを受け取ることができます。あ、これはありがたい。ありがたいね。はい、では早速、報酬の方とか見ていきましょうか。ショップか。交換所。イベント。これね。修練の戦域交換所。マザーソウル、カイル、レイ、リビレベット、ゼックス、ティリアノ。で、虹の新小石やらなんやら。で、あ、ありがたい。ありがたい、小石のかけらがある。で、あとは、金塊と、ん？世界の光とかねえよ。まあ、累計かな。累計っぽいな、これは。はい、で、イベントのみたいな声か。イベントが、これね、修練の戦域が、交換所。交換所じゃなくて、累計のやつは、どこにあるの？これか、累計ポイント。が、ソウルもあるね。ソウルもいっぱいあるし、魔導の書、技術の書もあって、40万ポイントで、機械の光もらえるんで、まず世界の光は狙っていきましょう。では、早速行くんだけど、ダンジョンどうしよっか。優先があったよね。アークリセットして、はい。ゼクスさんは入れといて、あと、僕のおすすめね。僕のおすすめではもう、レイと、リルベットです。この2人をつけていこうと思います。で、あとは、攻撃アップ系つけとこうか。何も鍛えてないからね、この辺全然僕。ガイエス証券さん。これ。あ、アーク入れ替えして。何つけとこうかな。まあ、いっか。とりあえず、天気のスターロードつけとこうか。はい。では、これでいこうと思います。AXP2 倍つけてたっけ。スキルセットっていうの。EXP2 倍だけつけとこう。で、オーバーしたから。光ハイブーストと、ファストバリア外しとこう。はい。ほい。で、いきまーす。初見。
まあ多分普通にやってて変わってるでしょ、これは。はい。お、黄色いのがおるよ、黄色いのがいるよ。ナイスコンフィー、ナイスコンフィなんか特にストーリーもなくイベントダンジョンあるのちょっと寂しいよね。今回このダンジョンがある理由みたいなね、まあ、ちゃんとそのなんかねイベントシーン、ムービーシーンがねあってほしいね、せめてね。とりあえずつけましたみたいなイベントってちょっと寂しいですよね。ただただ周回するだけだからねっていうことはね、本当なんかそのサブストーリーっていうかね、ストーリーに絡んでくる何かあってほしい。はい、イベントポイントは初級で2600、初発クリア報酬はかけら20と強化薬。はい、で AP2 倍だね。はい、じゃあ中級いきまーす。はい、いやもうこのね、あの僕あのいわゆるストーリーユニットね全く何もしてなかったからちょっと嬉しいね、鍛えれる機会も、まあそういった意味も含めてなんだけどね、今回リーナいらないなと思ったのはね、もう鍛えるべきやつらがいっぱいいるからね、先にこの辺を鍛えた方が賢い。アイスコンフィー、で黄色いポックルが落ちるのも分かったね、さっきのでね、黄色いポックル出ること経験値多いからね。あ、ここも出てくる。黄色いポクロ結構出てきますね。ありがたし。まさかの、この雑魚にこんな仕打ちをして与える。おいおい。初級、中級、上級までかな？わーい。行きまーす。まあ特に難しくないし、うん、やっぱりなんかストーリー欲しいよね。なんかね、旅の途中でこういうことがあって、こういうダンジョンが始まりますみたいなね、なんかイントロが欲しいよね。はい、中級イベントポイント2900、初クリア報酬はこう強化薬と銀塊。はい、早速スキルを覚えてくれてます。はい、では上級いきまーす。っていうか、まあ、ちょっとしたあまりテンション上がんないよね、そんなに難しくはないから。しかしランディ強いよね、まあ、僕も今ランディ使ってるけども、ランディをいたらもうなんか何でも倒せるとか、まあ、無属性が強いよね。だからそういった意味でね、この子この子リルベットね使ってるってのもあるね。リルベット無属性の技だからね、リルベット鍛えると無属性で全体攻撃されるからね、そういった意味では美味しいなと思って。で金色ポックル落ちるってことはね、多分ゴールデンポックルとかも出てくるかもね、ボス戦でこれやったら。ただ経験値貯めるのいいかもね、リアキャラで。はい、終わり。はい、上級のイベントポイントは3200、はい、で金塊と高級強化薬。はい、この辺の時でちょっと経験値多くなってきましたね。はい、で長級もありますね、長級もあるんだ、できます。長級はちょっと力入れていきましょう。
AP2 倍だから、ちょっとゼクスさんにもね、後々ちょっとなんかアークつけてスキル取得させようと思います。さあ行きましょう、始めましょう。さっさと終わらせてください。すぐにこいつがシャイニーズこと大して強くない。まあ長距離になってくるとちょっと敵がやっぱ硬くなってきますね。まあこの辺もね、まあ、強いキャラさえ連れていけば、フレンドでね魔法使えるキャラ連れていけば大丈夫。これあっ見たね、ゴールデンポックルもやばいね。ゴールデンキングポックルとか来るなんてことね、経験値限るんだけど。はーい、感染楽勝出るな。ちょっとか、まあシャイニングゾーブってや終わる感じ。魔法強キャラ連れていけば全然オートで周回は可能って感じですけども、なんかまたたたた周回させるんかなって気するとちょっとそれは寂しいな。まあ、そういった意味ではちょっと目標としましては僕はレイとリルベット鍛え上げようかな。うん、全員鍛えるのも楽しいけども、やっぱこういう時はちょっと集中した方がいいよね。まあ、それこそリーナさん引いた人はね、当てれた人はリーナさん当てればいいと思う、使えばいいと思う。まあ、長距離も危なげなく。イベントポイントは3500でしたね。で、超高級教会行くと大金会。長距離終わったけど、ゴッド級あんのか、もしかして。ゴッド級はあるんかーい。ゴッド級はなしですね。で、ハードモードもなし。で、修練の長級が3500やったんで、ってこと12200やから、あと全部で40万ポイントやから38万とかぐらいせなあかんから、38万7000いかなあかんから、38万7000って3500やから、まあ約100回ぐらいだね。 100周110周ぐらいか、110周ぐらいやから、6日間で110周やから1日20周弱ぐらい、結構厳しくない？結構厳しいかもな。まあ、ざっくり計算だけども。まあ、てな感じで、とりあえず、今回のイベントダンジョン修練の戦役、全部やってみました。はい、まあ、今回1週間だけなんでね、でもまあ、せっかくなんで、世界の光は手に入れといた方がいいですよ。世界の光は。40万ポイント目指して、まあ、ぼちぼち周回しながら、リルベットとレイを僕は鍛えていこうかなと思います。とまあ、今日はそんな感じです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしています。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。